音楽の教科書にも載っていて、幅広い年代に親しまれている翼をください。卒業式で歌われることもあり、素晴らしい名曲の一つですね。この曲を歌っているのが山本純子さんになります。この数年はコンサートなどは行っておりませんが、どのように過ごされているのでしょうか。今回は、 シンガーソングライターの山本純子さんについて詳しく見ていきましょう。1949年12月30日に4人姉妹の末っ子として奈良県吉野郡天川村で誕生しますが、生後半年でお父様のご実家がある大阪府安倍野区に引っ越しをして、縄城小学校、安倍野中学校、私立の名門手塚山高校から、 手塚山大学を卒業します。1960年代にアメリカで活躍していたフォークグループ、ピーター・ポール・マリーのコピーバンドを高校2年生の頃結成しており、新衛隊までいたというのですから、当時から魅力あふれる歌声はたくさんの人を引きつけていたのでしょう。谷村新司さんが活動していたロックキャンディーズに、 声をかけられたことから、ヒルビリーシンガーズとして活動を始めますが、1969年に後藤悦次郎さんと平山康代さんで結成された赤い鳥に、アマチュアコンサートで一緒になった際に誘われて加入しました。その後、グループは第3回ヤマハライトミュージックコンサートの全国大会で、武田の子守歌を歌い、グランプリを獲得しました。 この時に、ジュングランプリに輝いたのが、小田和正さんがいるオフコースということで、なんとも豪華な全国大会ですね。1970年には、コロンビアレコードからメジャーデビューを果たしますが、翌年、アルファアソシエイツに移籍をして、武田の子守唄翼をくださいのシングルレコードが、100万枚を超える大ヒットになります。 赤い鳥のメジャーデビューのきっかけになった曲、武田の子守歌は、翼をくださいに比べると知らない人もいるのではないでしょうか。素晴らしい楽曲ですが、それにはこの歌の背景に理由がありました。もともとは、被差別部落を舞台にした演劇作品のために、小野江和彦さんが京都市内にあるその部落でこの民謡を聞き取り、編集して、 合唱曲として使ったことが、この曲の始まりとなります。誰がいつ作ったのかわからず、人から人へと伝わっていた伝承曲で、題名から連想されるような子供に歌って聴かせる子守歌ではなく、貧しさから学校や遊びもできず、子守という仕事をさせられている少女の切ない気持ちを歌ったものになります。歌詞やメロディーを聞くと、 胸が締め付けられるような切なさと悲しさが感じられますが、山本純子さんの圧倒的な美声と素晴らしいハーモニーが素敵な曲になります。この歌詞の中で在所という言葉が使われることから、被差別部落を表すので、クレームや苦情が来るのではないかと、テレビ局やラジオ局で番組を作る人たちが配慮した結果、 テレビやラジオで積極的に流されることがなく、素晴らしい曲でありながら幅広い人たちに長く親しまれる機会がありませんでした。確かに日本民間放送連盟が要注意歌謡曲というリストを作っていた時期もありますが、この曲がそのリストに入っていたことは全くないので、とても残念です。最近、マツコの知らない世界で、 森山直太郎さんがこの曲を紹介していたこともあるので、まだ聞いたことがない人にも一度は聞いてほしい昭和の名曲になります。1974年に日本の伝承曲とポップなコーラスの2つの中でバランスを取るのが難しくなったというメンバー間の音楽性の違いにより赤い鳥は解散してしまいますが、新グループ、 ハイファイセットを結成しました。翌年、松藤谷由美、当時は荒井由美さんが作詞作曲した卒業写真で、東芝 EMI エキスプレスからデビューしましたが、この曲は松藤谷さんがセルフカバーしていたり、多くの歌手の方によって歌われているので、ご存知の方も多いですね。1977年にフィーリングで、 第28回 NHK 紅白歌合戦に出場すると、松藤谷由美さん作詞作曲冷たい雨や、小田和正さん作詞作曲の忘れないわといった曲でヒットを出しますが、1994年にハイファイセットは惜しまれながらも解散しました。解散後、山本さんはソロデビューを果たし、コンサート活動を続けていきます。 小田和正さんのメインコーラスとしてコンサートツアーに参加したり、松藤谷由美さんのコンサートにゲストとして出演したりしながら、2000年には元オフコースの鈴木康弘さん、元吹野党の細坪元吉さんと Song for Memories を結成しながら、ナナンという大人が作る大人のための音楽ユニットをコンセプトとするグループにも参加するなど、 精力的に音楽活動を続けていきました。翌年には森山良子さんと白鳥恵美子さんと V3 を結成してコンサートを開催しており、様々なグループに参加していろいろな音楽のジャンルで活躍してきたことがわかります。2009年に Song for Memories の活動を終了させると、2014年には 5月6日の名古屋コンサートを最後に歌詞活動の無期限休養に入りました。声の不調ということですが、YouTube には彼女の歌っている動画がたくさんあり、世界中の様々な国の人からのコメントが今も書き込まれています。言葉が違う人たちの心にも響く歌声の山本さんは復帰されるのでしょうか 彼女のプライベートと無期限の休養に入ってから現在までどうしているのか見ていきましょう。山本さんは1973年に赤い鳥のメンバーだった山本敏彦さんとご結婚し、二人の娘さんにも恵まれました。娘さんとの会話で彼女のソロ活動の方向性を変えるような出来事があったと、あるインタビューで語っています。 ソロ活動を始めた頃は過去の自分を取っ払って新しい自分を打ち出したいと思う一方、どうしたらいいのかわからず悩んでいたそうです。その時に当時小学5年生だった長女がお母さんたちの曲とは知らずに偶然リコーダーで翼をくださいを吹きました。このことや友人から背中を押されたこともあり、 かつてのヒット曲も素直に歌えるようになったと心境の変化を明かしていました。ご両親が教科書に載る有名な楽曲を歌っていたことを娘さんが知らなかったのにも驚かされるエピソードですね。このインタビュー当時、長女は小学校の先生になり、次女は大学生ということでした。2014年に 無期限の休養に入った後、最愛のご主人を突然亡くしてしまいました。当時音楽プロデュース業をしていたご主人ですが、虚血性心不全によって自宅で倒れているところを山本さんが発見し、そのまま帰らぬ人となりました。休養した当初は声の不調が良くなったら復帰を考えていたのかもしれませんが、 最愛のご主人を突然亡くしてしまい、その気力がなくなってしまったのでしょうか。これ以降の山本さんについては、復帰も未定のままで、プライベートも全く分かっていません。ずっと第一線で活躍されてきたので、今はゆっくりと過ごしたいのかもしれませんね。先に紹介したように、今でも YouTube に、 様々な言語で書き込みがあるように。1998年に開かれた長野オリンピックの時に、スキージャンプラージヒル個人競技の表彰式前のプレイベントで翼をくださいを披露したこともあって、世界中で今でも山本さんの歌声は人気です。年齢を重ねるごとに違った魅力の歌声を披露してきた山本さんが、 今ならどのように歌って聴かせてくれるのか楽しみにしている方もたくさんいます。どのような形でもいいのでまた素晴らしい歌声を聴ける日を楽しみにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。